はい、こんにちは、ずいふうさんです。今日はね、宮根誠司さんの、パッと見た瞬間、ペレストロイカ、ソビエト連邦、ドギャン戦闘いかん、ということでね、ドギャンと戦闘いかんと言ったのがペレストロイカ。もう共産主義ね、もう行き詰まってました。もうあの頃はね、ソビエト連邦、ね、ソビエトも末期、まあどうしたもんかとね、なかなか経済も良くならないしね、資本主義の国にちょっと置いてかれてね、差をつけられてると。なんとかね、人々の生活も苦しい、なんとかせんといかんと、そこで考えたのがペレストロイカ、再構築ね、政治のシステム再構築したりね、いろいろ工夫して改革していきました。それはなんとか人々を救いたいというね、思いからです。で、実はね、そのおうし座の話になるんですけども、おうし座ってその一言で言うんですけども、場所によってやっぱり全然おうし座って違っているっていうね、ことなんですよね。で、まあプログレスっていうね、そういう流年法占星術ではあるんですけどもね、プログレスで、まあ、1度ずつ、おうし座0度から29度までありますけどもね、おうしのどの度数、ね、0から29度まで、どの度数にね、そのプログレスがいるかによってね、もう行動がえらい変わってるじゃないかみたいなね、ことなんですよね。で、ゴルバチョフさんのプログレスの太陽がおうし座0度に来た時、この時ね、食長になりました。実はね、その前のね、お羊の29度、ね、お羊っていうのは抽象的なね、サインで、現実的ではないんですよね。チャレンジはするけどもね、冒険はするけどね、形にはしていかない。いきなりね、形にし始めるのが、そのまあ大牛座になった瞬間ね、もう形になって、初期長というね、もうはっきりした形になってきました。そしてね、一生懸命やっていくで、5度になるとね、どうなるか。まあ5度の時に、ペレストロイカね、もう何としても人々を救いたい、ね、そう考えて、ペレストロイカを提唱するんですが、なかなかね、よくならなかったと。で、おうしの重度に入る、おうしの重度に入った時にね、何を始めたかっていうと、ゴルバチョフ財団、金集め、ね、私腹を肥やすみたいなね、最近プーチン大統領がね、王宮を建ててますみたいなね、民衆が怒ってましたけどね、そんな感じになるわけです。権力と富を手に入れたらね、贅沢三昧ですよみたいなね、そういう風にね、まあ変わっていくと。まあでもここにね、あの太陽を持ってる人っていうのは、もうそれで、もう自分のね、欲求、もうやるならもうものすごい徹底してくださいよというね、ことなんですよね。で、まあ5度っていうと、まあ、宮根さんの太陽、この6度っていうところにね、あるんですけどね、ここはね、優しいおうし座って言われているね、ところです。ですから、ここに太陽を持ってるってことはね、世直し、人助けね、
人々を救いたいっていうね、そういう気持ち、それをもってね、まあ今の番組、やっていることだと思います。そしてなおかつね、もう自分なりのね、さじ加減とかね、裁量とかね、独特の切り口でやっていきたいというね、そういう気持ちで独特の番組を作りたい、そういうことですよね。で、それがそのテレ朝にいたんではね、朝日放送にいたんではね、できません。独立自衛の運勢を持っている、そしてまあこの世界でね、もう君臨してやると、もうやるだったらもう徹底してね、もう君臨して力を手に入れてね、影響力を持てるようなね、そういう存在になりたい、そういうふうにね、考えているということは思われます。仕事のやり方っていうのはもうやっぱり先ほどのね、欲望って何ですかね、矢沢で言うならドゥービーブラザーズと組むんですねと、ドゥービー連れてくるの今度みたいな、いくら払ったんですかねみたいな、なかなかお金払わないとドゥービーブラザーズやってくれません、まあその時みんなね衝撃走ったと思います。その矢沢の飽くなき音楽への欲望、それがねドゥービーブラザーズと組むと、それでまあそのシーズンドゥービーと一緒にね、コンサートツアーをやると、そんな贅沢な話ってあるんですねみたいなね、まあ、当時話題になったことはまあね、その年代の方はご存知だと思いますけど、ね、そこまで欲深いのか矢沢みたいなね、プライベートビーチとか言ってね、ザマーミロとか言ってましたけど、それだけじゃダメなんですかみたいなね、そのもう矢沢の欲望はもうとどまることを知らない、まあでもいいんです矢沢はということですよね。ですからまあそういう姿勢でね番組作ってるというねことなんで、もう職人気質、ね、職人どころじゃないんですけどね、もう徹底してこうもういいもの、もう贅沢の粋を集めるみたいなね、もう始皇帝なんですかあなたはみたいなね、まあそういう姿勢でやっぱりやってるっていうことで、いい番組ができていると、ね、いい情報番組ができているということですよね。ですからそのためにはもう正確な伝え方と、ね、もうセンセーショナルな、ね、情報、ね、びっくりするあっと言わせるような、ね、情報、スクープ、ね、そういったものを用意してね取り組んでいるということですよね。でまあ女性には人気があるし、その女性に対していいというね、男性に対しても非常に、いいものを持っています、ね、ですからね、そういった意味でね情報番組ね MC やるには非常にね有利な配置、やっぱりねミトちゃんといいね、あすみさんといいね、やっぱりすごい有利な部分持って、やってるんだなみたいなね、さすがにやっぱ MC 持ってる人っていうのはやっぱすごいなっていうねことは思うわけです、ということでね、そうかゴルバチョフだったのか矢沢だったのかみたいなね見てね一人で監視しておりますけど、ね、まあこれからもね頑張っていただきたいと思います、それではチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。